しそうに掴んできたその手は痛々しくて、抱き返すことしかできなくて。嫌いじゃない食べ物って何ですか？ゼリー。きっと長い間一人で抱え込んで、一人で耐えて、心の痛みに苦しんでいた。イスズさん？来たの？可愛らしいです。髪結んでらっしゃるお姿を初めて拝見しました。そうです、ゼリー持ってきて。して後で食べる。はい、では冷蔵庫をお借りしてもよろしいですか？